いいなぁ、食べたいなぁ、海鮮丼とか。え、これ釣りやってみたいな。釣り、釣りやったことないんだよな。一回もやったことない、釣りを。釣りがないな。バーベキューもあんまない。てかバーベキューは嫌な思い出しかない俺。マジでバーベキューは嫌な思い出しかない。友達、いや友達はいるわ友達はいるわ。なんで、いやあのね、なんだっけな、あのさ、社会人になりたての頃ってさ、なんかバーベキューをなんていうの、新人が先輩方に振る舞うみたいな謎のイベントがあって、そう、これちょっと結構前に話したけど、なくそ暑い中バーベキューの準備とか全部やって、で肉も全部俺らが焼くみたいな、新人が何これみたいな。その中でもなんかあれだな、優しい先輩は俺に肉壊してくれたな。はい、ガンマ、あーんつって、あーんって言って焼きながら飯食ってた。ありがとうございますってもぐもぐしながら。そんなんありましたね。まあコロナになってからなくなったけどね、バーベキュー。コロナ前だったんだよな俺、そのバーベキューやったの。ガンちゃん可愛がられて。そう、でも後輩どうなんだろうな、先輩からは結構疲れていたはず、はずです、はず。なんか割となんかあれかもしんないな、なんていうの、強めの先輩からは好かれてた気がするわ。ヤンキー系というか体育会系の先輩から好かれる、めちゃめちゃ。逆になんかデータ重視のめちゃめちゃインテリ系の人からはちょっとあんま好かれなかったかな。おいガンマ、お前何元気みたいな。元気っす、今日もマジやったりますよみたいな、そういうノリだったから。でも落ち着いてる人とか優しい人にも好かれてたよ俺。おばちゃんとかにも好かれてたし、会社のジムのおばちゃんとか。おばちゃんとか優しいんだよな、すげえ優しく教えてくれんだわ。もうあんた何やってんのとか言いながらすげえ優しく教えてくれんの、会社で。もう何しとんねんとか言われるけど、なんか書類でミスったりとかして、もうやっとくから、もういい、あっち行ってなとか言って、ありがとうございます、すいませんっていうね